皆さんこんにちは、カンタイムです。はい、ということでね、久しぶりに島本に行ってきたんですけど、今日もね、島村商品紹介をしていきたいと思います。では早速いきましょう。レッツゴー。はい、ではまず一つ目の商品を紹介していきたいと思います。一つ目はですね、こちらのシャンデラになります。色は黒色で、ブランドはこれになりますね。はい、で後ろ側なんですけど、滑りにくくなってます。サイズは 23.5 ですね。でこんな感じでね、デザインがすごい可愛いなと思って購入しました。で値段は770円です。あとはね、ちゃんとここをね、自分のその足のサイズに合わせて締めることもできるので本当にいいです。はいはい、で残念ながらこちらのサンダルなんですけど、 23.5 のサイズしかなくて、もっとね大きめのサイズをちょっと探してたんですけど、残念ながら見つかりませんでした。はい、ということでね、まあ、多分他のサイズもあるんでしょうけど、私がスパパトに行った社員にはこのサイズしかなかったです。はい、でね、このかかとの部分なんですけど、高めになってて、ここもねおしゃれだなと思います。はいっていう感じです。はい、ではね、一つ目の商品はサンダルでした。はい、ではね、二つ目の商品を紹介していきます。はい、二つ目は服になりますね。でこれなんですけど、これね、袖とこの全体の部分がデザインが違ってて、このまずね、この本体の部分、全体の部分なんですけど白色ですね。はい、でこれは袖なんですけど、ストラップ、ラインですね。はい、青と白のこのラインになってます。で袖なんですけどね、ここがこのなんていうの、リボンになってて本当に可愛いです。はい、ここはね、多分ほどくこともできると思うんですけど、このリボンのデザインがすごい可愛いなと思って購入しました。はい、でブランドで値段は、これもともとは979円だったんですけど、110円でね購入しました。はい、でこれネックなんですけど、あんまり深めじゃなくて、ちょっと V ネックかな。はい、っていう感じです。で下の方はですね、ちょっとカーブになってるのが分かると思うんですけど、まあ、こういうところもねすごいおしゃれだなと思って購入しました。はい、ではね、後ろ側いきたいと思います。で後ろ側ですね、かわいい。これね、やっぱジーパンともすごい相性がいいなと思います。はい、ということでね、まあ、夏に着ようかなと思います。はい、ということでね、2つ目の紹介は終了です。はい、ではね、3つ目の商品を紹介していきたいと思います。3つ目はですね、なんとじゃじゃーん、ボトムスになります。はい、ではね、ちょっと皆さんにね、こちらを見せていきましょう。本当にね、色と素材が可愛いんですよ。ほら、緑色で、でも素材がちょっと分厚いので、夏はね、もう本当に着てたら蒸し暑いくらいなんですけど、夏はあんまりおすすめしないかな。私はちょっと春と秋用に購入しました。はい、でブランドは皆さん知ってると思うんですけど、フラッシュブルーですね。はい、めっちゃ可愛い。これもね、なんかセットなんて言うんだろう、こういう組み合わせができますよみたいなのがね載ってます。はい、で値段なんですけど、もう330円です。はい、もう島パト行くと最近はね330円が本当に多いです。110円はあまり見つからないんですよね。はい、っていう感じになります。で長めなんですよね、ほら、かわいい。でウエストはそこまで緩くなくて、ちょっときつ
といいかな。はい、だからウエスト細い方がいいかもしれない。ぽっちゃりさんにはあまりおすすめしないかもしれませんね。はい、っていう感じになります。あの、私ぽっちゃりさん向けの服とかもたまに買うんですけど、サイズミスで着れないことがよくあります。はい、だからまあ普通サイズを、まあ、自分のね、あのサイズに合わせて購入した方がいいかなと思います。はい、ではね、3つ目の商品の紹介は終了です。ではね、次の商品を紹介していきます。はい、4つ目ですね。はい、で4つ目なんですけど、これもね、あのトップスになります。めっちゃ可愛い。なんか最近シマシマハマってるんですよ。なんかシワシマ模様に興味を持って、こういう服をね探すようになりました。はい、でこれですね、ブランドはこれさっきもあの1着ですね、トップスを紹介したんですけど、そちらとねブランドは一緒です。はい、で値段は110円です。はい、これ同じブランドのやつをね、どっちとも110円で購入できました。でこっちはですね、袖は半袖よりもちょっと長めですね、中袖です。はい、でネックなんですけど、ネックはちょっとカーブになってますね。ネックはあまり気にしないかな、 V ネックでもこう半円みたいなやつでもどっちでもいいかなと思います。でこれなんですけど、ただのあのしましま模様じゃなくて、こんな感じでね、なんか下になんて言うんだろうな、まあ、ちょっとデザインが本当にあってすごい可愛いです。はい、で色は黒と白とグレーの3色でまあ混合してますね。でこれ下なんですけど、ほらカーブになってます、角がね。これもすごいおしゃれです。はい、でクロールですね。はい、で後ろ側なんですけど、後ろ側もしましま模様です。でね、後ろはこのさっきね下の方にこうカーブになってるって言ったんですけど、これ後ろの方がね長いです。はい、でこれ素材は本当に薄くて、やっぱ吸収性というか、まあ、通気性か、うん、そうそう、通気性がめっちゃいいので、本当にね、夏とかは普通に着れるかなと思います。はい、ではね、こちらの商品の紹介も終了しました。はい、ということでね、あの残り2着になったんですけど、こちらの、ね、2着は子供用のお洋服になります。はい、ということでね、早速紹介していきます。これがですね、まず女の子用のワンピースになります。これ本当に可愛くて、これねバッグみたいになってるんですよ。可愛い。でこれはメロンソーダですね。はい、美味しそう。で下はね、こんな感じでちゃんとワンピースになってます。で袖なんですけど、これ半袖なんて言うんだろう、半袖じゃなくてそれよりも短いので、夏とか暑い日には本当にいいかなと思います。はい、でこれネックなんですけど、はい、ちょっとあまり深めじゃないですね。はい、でブランドはこれです。はい、でブランドで値段は330円です。これもともとはね759円だったんですけど、330円で購入しました。はい、ということでね、これすごい可愛くて、ほんとね黄色とかピンクも欲しかったんですけど、ちょっと残念ながらね水色しかなくて、まあ、水色で我慢します。はい、ということでね、可愛いっていう感じになります。はい、ではね、最後の商品を紹介していきます。はい、ではね、最後になるんですけど、ラストのね、商品を紹介していきたいと思います。はい、で、ラストは男の子用の T シャツになります。はい、で、これはね、私夏用に購入したんですけど、なんと当たりでなんとですね、これ2点セットになってて、この下にももう1着ですね T シャツがあるんです。
今ちょっとね、あ、じゃあまずね上の方を紹介していきます。上の T シャツなんですけど、チェック柄になってて本当にかっこいいです。緑と青なので夏はね着てたらちょっと涼しく感じるかなと思って、ちょっと寒色系をね、購入しました。はい、夏にねやっぱね暖色系着ると子供たちはどう思うか分からないんですけど、私の場合やっぱね蒸し暑くなる、なんか見てて暑くないのかなと思ってしまうので、はい、こちらのちょっと爽やか系を選びました。でこれね襟なんですけど、襟もしっかりなってますね。はい、でボタンが下まであるのでちょっと締めるのが大変だと思うんですけど、まあ大丈夫かなと思います。はい、でブランドですね。はい、で値段なんですけど、これですね、2着で500円です。2点セットで500円、もともとね1969円だったのでもうだいぶ値下がりしてます。はい、でこれですね、もう1着あるって言ってたんですけど、はい、この下にねじゃん、この白色のね T シャツもついてます。めっちゃよくね、500円で2着ということは1着250円ですね。はい、すごい男の子っぽいですね。で色は白色で、まあ、こんな感じでねデザインになってます。はい、あと素材は薄いのでね、まあ、どっちも夏に着れるかなと思います。はい、ということでね、今日は結構ですね、まあ、何着かな、まあ、5つとか6つぐらい商品を購入したので、まあ、そちらを今からハンガーにかけてね、紹介していこうかなと思います。では早速いきましょう。レッツゴはい、ということでね、今日はね、今日もですね、スマバトに行って、まあ、いろいろね、購入して、それを紹介しました。本当にね、前回のスマバトと結構時間が空いたんですよ。最近ですね、まあ、スマバトに全然行けてなくて、それで購入品紹介ができなかったんですけど、今日ですね、やっと、まあ、時間があって行きました。はい、ということでね、まあ、今日はですね、まあ、だんだん夏になってきてるので夏服が多くなってると思うんですけど、まあそうですね、で目標があって、今もうすぐって夏じゃないですか。まだ4月なんですけど、あとちょっとなったら夏祭りとかあると思うんですね。で夏祭りに着ていく浴衣とかをまだ売ってないんですけど、6、7月ぐらいかな、6月早いかな、7月ぐらいになったらやっぱね下村に入ってくると思うので、まあ、それをねちょっと頑張って、なんて言うんだろう、値下げしたら購入したいなと思ってます。はい、ということでね、今日の動画を最後まで見てくださりありがとうございます。はい、ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。